チャンネル。今日はですね、月刊オートバイという雑誌の撮影なんですが、神社ソムリエの方に私のお願い事に合った神社を、紹介してもらうという企画です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。神社ソムリエの佐々木優太です。お願いします。お願いします。朝の番組出てません？朝の番組出てますよ。それこそしかもすごい長尺だったって。あ、そう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 、朝の番組出させていただいて、40分ぐらい出させていただきました。めちゃくちゃ長い。神社を誰々に会うようにこうソムリエするというのをやらせていただいております。それでは早速撮影に行ってきます。出発しました。うまいね。今日はね、ヘルメット新しくなったんです。見てください。かぶり始めて数分だから、まだわかんないけど、今のところ、かぶり心地はめちゃめちゃいいです。最高。今日はね、私が事前のアンケートで、叶えたい願い事をいくつか、用意したんですけど、それにぴったりな神社を選んでくれたということで、すごい楽しみです。寒すぎるとさ、トイレ近くなるから嫌なんだよな。もうバイク止めるたびにトイレ行ってるもん。あいみょーん。ねー、いるつもりだろう。あいみょーん。桐生天満宮に着きまして、YouTube の撮影がゆうたさんのバイクです。はい、はい、こちら何です？ハーレーダビッドソン のスポーツスターですね。1200アイアンです。これで1200あるっていうのがね、びっくりですよね。なんかこうタンクとか結構スマートだし、はい、あとこうステップの位置が案外後ろなんですね。そう、あ、もういいとこ気づいてくださいました。もともとはステップここについてるんですよね。はいはい、あ、そうだったの。ミッドコントロールって言って、はい、まあ、フォワードコントロールにする人は多いんですけど、うん、なかなかこのバックステップつけてる人はいない。ありがたや。おお、起こしていいですか？あ、もちろんもちろん。まあでも普段そういうバイク乗ってるから。そうですね。なんかでも。絶妙なポジションですね。そう、このハンドルの位置といい、前目なんだけど下ではないみたいな。そうなんですよ。でなんかこのハンドルも手前にあるのに、はいはいはい、ポジションが上がるっていう不思議な。ありがとうございます。これ写真撮っていいですか？もちろんです。あざっす。おー、カホヤマこれ。こちらこそです。これなんですか？このバイクになって今までとなんかツーリングの仕方変わったみたいになるんですか？明日動かへんかもしれへんって思いながら乗るようになりましたね。そう、さっきなんか佐野のサービスエリアでもなんか今ここでまたエンジンかけ直せられるかが不安って言ってたから、え、どういうこと？そう、なんかこれパパさんっていう 883cc のバイクと大きさ一緒なんですよ、はい、で、だから詰めるバッテリーがちっちゃいのに排気量が大きいから、はいはい、一発目かからなかったらもうダメなんですよね。だから常に充電器を持って走ってます。なるほど。で、まだね、測るとそうだね、はい、かわいいっていう。そうなんですよ。私もそうなんです。クラッチ激重で、やっぱり知りそうになりながら乗ってるんですよ。だんだんクラッチが握れんくなって、こう握るようになりますよね。そう、こうやるようになりますよ。で、握りきれないってニュートラルに入んないから、うんうん、はぁ、お互い苦労してます。苦労して、なんで、なんでそこまでしてバイク乗りたいんですか？あの、エマを私たち書いたんで、それ紹介したいな。私がね、こちら毎月月収100万超えますように頑張るのでよろしくお願いいたします。これ、ゆうたさん何書いたんですか？
僕も同じです。 YouTube あやかりチャンネル多くの人に見ていただけますように頑張ります。で一緒じゃないじゃないですか、私はお金のこと言ってるのにすごいいいこと言ってる。僕もう一緒ですよ一緒ですよ。思いはね、思いはこう叶えたいっていう思いがね、はい、だから気持ちは月収100万円超えますようにっていう思いで書いてますから、多くの人に見てもらえたらこう入ってきますからね、はい、もともとこれエマって字で書くと絵の馬って書くじゃないですか、はい、これね最初は絵の馬じゃなくて本物の馬を神社に連れて来て奉納してたんですよ。わざわざ。わざわざ。はい、あの雨降らしたい時は例えばあの何色の馬とか、はい、白とか黒とかね、はい、いろいろ神社によって違いますけど、はい、あの雨やましたい時は何々の馬っていう、まあ、馬と雨と神様ってつながってるんで、はい、まあ、そうやってたんですけど、だんだん本物の馬連れていくのしんどくなって、はい、確かにお金がすごいかかりそうですね。そうそう、それで馬と同じ大きさの、はい、絵に描いたものをね、はい、奉納するようになった。あ、じゃあこんなでっかいやつ。そう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 。でもそれもだんだん大変になってきたんで、ちっちゃい木に描いた絵の馬を奉納するようになって、簡易的なものになった。そうなんですよ。それは願いを叶えてくださいっていう意味だったから、今は転じてその裏にね、僕らが願い事を書いて神様に奉納するっていう。そうだから、この板を例えば買って、はい、それに書いて書けたんじゃないですね。考え方が違うんですか。そう、神様からまあ出てるものとか神社が用意してくれたやつを受けて書かせてもらって奉納したんです。あ、その気持ちが大事でございます。なるほど。厳密に言うと値段って決まってないんですよ、はい、でも書いてないと現代人は困るから書いてるだけで、本来それ以上でもいいんですよね。渡すときにお気持ちですって言って多めに渡すのはあり。あり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 。なんでかっていうと、あれ買ってないですから。買うっていうのは対価なんですよ。はいはい。お守りを受けるときに奉納するお金っていうのはあれ対価で買ってるんではないんですよ。なるほど。だからお釣りが出ないようにするっていうのはマナーですよね。ああ。そっか、それはマナー。そう、だから1000円しか持ってんかったらもう800円のお守りでも1000円お納めするのが気持ちいいかもしれないですね。ああ。そういう気持ちで神社出た後も人に接していくと、きっと福がやってきますよっていうことですね。やっぱね、そういう気の持ちようみたいなの好きなんですよ。おっしゃる通り、気の持ちようです。ありがたいです、今日聞けたんで。いや、私このね、今日も一日楽しいツーリングでした。エンディング撮り忘れちゃいました、ごめんなさい月収100万以上とあとお部屋片付けられるようにと、それからちょっと頭が回ってなくて思い出せない、大事、これが一番、登録者数10万人いくぞというお願い、3つ叶えられるように頑張っていきたいと思います。そのままかな。おやすみなさい。チャンネル登録と、これ大事、高評価、そしてコメントも、いいね、ハートをしてるので、ぜひぜひコメントもください。待ってます。じゃあ本当の本当におやすみなさい。バイバーイ。